新時代情熱応援番組ネクスター。今回は2年連続で花園の舞台に挑む名護高校ラグビー部が登場。チームを支えるネクスターもパワフル。マサマジックのチャレンジマジックもお見逃しなく。今回も張り切っていきましょう。新時代情熱応援番組ネクスターズ。ということで始まりましたネクスターズでございます。この番組は新時代への新たなネクストスターネクスターを探していこうという番組でございます。イエーイイエーイ。ということで雨雨だよ。傘めんどくさいからぽーい。いや違うぞ、バジョンさん、こんなことより、なこなこ、はい、あれここ見覚えあるね。見覚えあるでしょ、めちゃめちゃ。ここ見覚えある。何、ここどこですか。名護高校出た。名護高校、僕の記憶が確かならばここ母校ですよ。まあバスの、まあ、もちろん母校ということで、名護高校って強い部活いろいろあると思うんですけど。いやありますけどね。思い出した、あれでしょ、ドゥ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 でしょ、ドゥ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 でしょ。なんすかそれ。ラグビーだよラグビー。墓だろこれ墓。おいなんすかこれ。名護高校ラグビー部は11月に行われた沖縄県予選を制し、2年連続で全国高校ラグビー大会への出場権を手にしました。そんなラグビー部にはネクスターがいるに違いないということで、今回のネクスター情報を伝えると、チームのトライゲッター、快速エース島袋君、パワーなら任せろ、優しい巨漢ツインズ伊波君と新庄君、フォワードはねやっぱり体もでかくて当たりも強くないと勝てないですから、もうこの見ただけででかそうだな、もう近寄りたくないな。どちらかというとパッションさんも同じタイプのような気がしますが、まあ気にせずネクスター探しお願いします。ラグビー部はグラウンドにはいないようなので、周りを散策しているとラグビー部のマネージャーからランニング中との情報をつかんだパッションさん、早速その場所に向かってみると、あ、そうだね、ほら走ってほら、もうラグビーボール持って走ってるもん、絶対ラグビー部だよ。あれ俺れおれおう俺ゴーほら俺れ俺の俺の同級生がいる。あれあ、そうなの、どうしたの、お久しぶり。いやめっちゃ俺どうしたの、あ、今名護高校にいんの、名護高校、名護高校。ああ実はこの方パッションさんの同級生であり、名護高校ラグビー部の監督を務める宮城剛監督。こんな偶然ってあるんですね。なんかこういう同級生でこうやって仕事するの変な感じだね。いや改めまして本当に花園出場おめでとうございます。 ありがとうございます。いやすごいね、改めてだけどね。ちなみに部員数はどのぐらいなんですか。部員数は選手が、37名、うん、でマネージャー6名7名。すごいすごいな、昔の俺らの時のラグビー部なんか下品なやつしかなかったなあ。マネージャーを含めると40人以上だという名護高校ラグビー部。宮城監督の指導のもと、速い展開でボールをつなぎ、最後は足の速いアタッカーが得点を取るという攻撃型のスタイルで、見事花園への切符を手にしました。そんなチームには欠かせないネクスターについて聞いてみると、エースの島袋選手がいるって聞いたんですけども、うん、島袋君のすごいところってどういうところなんですかね。体は小さいんだけども、うん、もう本当に相手のもう隙を見て、うん、もう突破する力があって、うちのチームのもう本当にトライ王っていうのは、すごい頼もしい選手だ、頼もしい選手。そんなチームには欠かせないトライゲッターを教えていただき、1人目のネクスター発見。彼がチームの快速エース、高校3年生の島袋大成くん。まず改めて花園出場おめでとうございます。ありがとうございます。いや頑張ったね。2年連続ということで、うん、自分たちも去年と
花園では悔しい思いしてたんで、うん、もう一回借りを返すチャンスだったんで、とても嬉しかったです。いくつの時からラグビーをやってるんですか？高校からです。あ、それまで何やってたの？サッカーやってました。あ、サッカーなんだ、はい、あ、そうなの、サッカーやってたんだ、はい、あら、また何が経緯でラグビーに？自分の兄が、うん、3つ上の兄がいるんですけど、うん、兄がラグビーやってて、兄の全国大会を見に行く機会があって、それが、お兄さんも花園行ったんだ、はい、うわ、そら痺れるね俺もやろうみたいになるよね。お姉さんからやってみないかとか言わなかったの？いや、それはなかった。あ、なくて、もうお兄ちゃんのかっこいい姿を見て僕もやりたいなっていうふうに。あ、じゃあもう名古屋来るときはもうラグビーやろうって決めてた？あ、はい、あ、そうなんだ。お兄さんが花園の舞台でかっこよく戦う姿を見てラグビーを始めた島袋くん。チームではウイングというポジションを任され、トライに関わる機会も多い重要な役割を担っています。仲間がつないだパスを受け取り、トライを成功させた時はとても嬉しいと言います。難しいことはたくさんあるんですけど、ああ、やっぱ一番トライ取る時はやっぱ一番気持ちよくて。ああ、そうだよね、はい、ああ、一番の花形だもんね、はい。まあ、全国大会ではどういったプレーしたいと思ってます？はい、全国大会では、うん、自分たちの目標が、うん、県ベスト16っていう目標で、うんうん、そのためにも1回戦まずしっかり勝ちたいと思っています。うん、そうだね、去年の雪辱を果たすという意味でも、はい、まずは1回戦勝って年越したよね、はい、いいね。自分の中でなんか自分ノルマみたいなの、とりあえず何トライ決めたいみたいなとか？とりあえず2トライは取りたいです。あ、2トライ取りたいね、はい。昨年の全国大会では強豪校相手に自分の力を出すことができなかった島袋くん、今年こそ昨年のリベンジ、相手を置き去りにするその走りに期待しています。名護高校ラグビー部には島袋くんに続いてディフェンスの要である2人のネイクスターがいるということで、改めて宮城監督に話を聞いてネイクスター発見。彼らが優しい巨漢ツインズ、高校3年生の新庄俊介くんと伊波光志くん。まあ2人ともさ、やっぱね、もうフォワードだけやって大きいんだけど、ちなみに新庄君は今身長どのぐらいで、体重は？身長は182センチで、体重が105キロです。うわー、立派になって立派になって本当にすごいね、100キロだよ。伊波君は？自分は身長175センチと体重115キロです。出た、すげえな、サモア人みたいだなすごいな。ファッションさんと比べても一回り大きいネクスターの2人、ご飯もいっぱい食べそうですね。あ、ちなみに好きな食べ物何？何が好き？好きな食べ物、親子丼。あー、かわいい親子丼、かわいいな。肉じゃねえんだ、親子丼なんだ。いや、君は誰が好きなの？自分は寿司が好き。寿司、あー、大人だね。おっす、ありがとうございますクールな返し。名護高校に入学してからラグビーを始めたという2人、それまで新庄くんは野球、伊波くんは空手を習っていたのだそう。ゼロからラグビーを学び、恵まれた体格を生かしたプレーでチームの中心選手へと成長しました。2人は、まあ、ポジション的にフォワードってポジションなのかな。役割としてはどういったところが多いの？スクラムの先頭で押し合うポジションなので、うんうん、もう後ろから来る体重を全部受け止めて、うん、いい姿勢をとって相手のスクラムを勝つっていう。そっか、2人がうまくボール確保できないとバックスにもパスが回らないとなんでしょ。すげえ重要なとこじゃん、ね。全国大会では、まあ、どういったプレーをしたいとか思ってますか？花園では、うん、まずはスクラムからボールを確保して、うんうん、勝てるようにバックスにボールを回して全員でトライを決めたいと思ってます、うん、そうだね、まずそこだね。大きな体を生かして、うん、1メートルでも前に進めるぐらいの強い当たりヒットを意識してやっていきたいです。なるほどね。試合では体力とパワーを一番使う重要なポジションを任されている2人、一生懸命体を張って相手の圧力にも負けずチームを勝利へ導け。我々も応援しています。強靭な肉体を持つネクスターの2人を見てスタッフからあるお願いが。
よくワールドカップでラインアウトってあったじゃないですか。あるね、あの上に上がるやつ。あるね、あれちょっとぜひパッションさん持ち方とか僕見たいなと思ってるんですけど。そうだね、どうなんですかね。これなかなか経験ないけど、でも普段どんな どんな選手を上げてる。ペダロも身長があって、うん、こうそうだね、高いところの方がいいからやっぱり大きい選手担ぐんだよね。80下とかやったらいけるでしょ。全然担げるでしょ。大丈夫です。ね、ほんと。じゃあやってもらいたい。俺やる側は何回かやったことあるけど、上げてもらう側はないから。ちょっといい経験だよ、うん、大丈夫。いい、大丈夫。いい。ということで、ネクスター2人の力を借りて試合でもよく見るラインアウトをパッションさんも体験。初ラインアウトを行いたいと思います。じゃあよろしくね。いくよ、せーの、あっ、あー、取れた、取れた。よっしゃ、オッケー、オッケー、ありがとう。やったやった、決めた。安定して担がれるってことないから、なんか新鮮な気持ちだったね。もう確かに気持ちよさそうでしたもん。気持ちよかったよ。俺これ1時間ぐらいこれずっと遊びたい。これでラインアウトの練習ばっかりしたい。本当に。いやー、なんか夢が叶ったみたいでよかったですね。新庄くんに伊波くん、そして名護高校ラグビー部の皆さん、取材へのご協力ありがとうございました。12月27日から行われる全国高校ラグビー大会に挑む名護高校ラグビー部の皆さん、今までやってきたことを信じ、チーム一丸となって大きな目標に向かって頑張れ。それでは目標を聞かせてください。どうぞ。はい、自分たちの目標はハードルベスト16です。おそうそう、せっかくね出場するからには今年越してさ、ベスト16まで行こう。はいね。名護高校ラグビー部の皆さん、全国大会でも情熱的に頑張ってくださいね。せーの、 We are NEXT。マサマジックのチャレンジマジック。世界から注目されるマジシャンマサマジックが県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、マサマジックのチャレンジマジック。前回に引き続きデポアイランドでチャレンジスタート。沖縄の人ですか。知らないですか。 Where are you from? Philippines。 Philippines? 今マジックちょっとやって歩いてるんですけど、やっていいですか。一緒4枚コイン用意しました。1、2、3、4枚。で、コップ今から何が起きるかというと、このコインが1枚ずつこのコップの底を貫通していきます。へぇ、どうぞ。チェック壊れてる。Don't break it OKOKOKコップの底、このコップの底に何か仕掛けの扉が入ってるってちゃんと確認してください。何もないです。ただのプリンチぐらい。ただのプリンチ。1枚2枚、ゆっくりいきますよ。3枚、で最後4枚。 OK、 手でカバーしてですね、見えますね。手出して、手、うん、両手出して、こうしてです。見て、この中見て。1枚、2枚、3枚。Impossible. It's amazing! チャレンジマジック成功。次はあなたのところにマサマジックが現れるかも。 Alright, see you guys next time. ここで番組からプレゼントのお知らせ。沖縄ファミリーマートよりプラチキ券10本分の引き換え券を3名様にプレゼント。番組メールにご覧の必要事項をご記入の上ご応募ください。